ライアーゲームへようこそ。今からこのゲームの参加者には、あ、いや、全員嘘をついてもらう。よく集まったな。今日は何日だ。あ、やばいぞ。まずいぞ。ダメだ、取れては。みんなよく集まったら、今日は何日だ。あ、耳が取れた。そんなことはない。こんにちは、おはよう。3月32日、正解だ。ちょっとサングラスがグラグラだが気にしないでくれ。はい。5月32日、そうだ。今日は5月32日だ。いいか、みんな。命をかけた戦いなので、絶対に本当のことを言うんじゃないぞ。はい、ということで、おはようみんな。おはよう。おはようみんな。今日はね、エイプリルフールなので、なんかしようかなーと、頭につけとくか、これ。思って。おはよう、おはよう、みんな、おはよう。はじめましての人ばっかりだね。おはよう。まあ、何するかっていうと、みんなで嘘をつこうっていう回です。あ、やばい、あれ、音なくなった？あ、なくなってない。はじめまして、初見。あ、初見さん。なんで来たの？もう来ないで。もう来ないでもらっていいかな。あ、仕事楽しい？マジ仕事楽しいよね。最高。もう一生辞めたくない。死ぬまで仕事したい。俺、このゲーム強いからめっちゃコメントするわ。して、あ、しないで。全然しないで。嘘つきなので今日嘘つきません。あ、初見さんいらっしゃい。もう二度と来ないよ。もう二度と来ないで。あ、一応概要欄に、書いてあるんですけども、一応これはルール説明ですね。人が嫌がることとか、は、ダメだよ。面白くない嘘はダメだよ。よろしく。そう。初見さん来るといつも追い返してるよね。そう。嫌いだから。あ、今来たところ帰って。今日入学式だったっす。スカートがスースーするっす。まあ、スカートをね、本来スースーするものじゃないんだけどね。ムシムシするもんだからね。あ、彼氏できたの？なんで彼氏できるの？勝手にできないでもらっても大丈夫かな？ちょっと待って、これは嘘じゃないんだよね。この、感想嘘じゃなくていいか。1時間続く。え、これ1時間続く？うん、続くないけどな。概要欄見て清楚っぽいなと思ってきた？どうも、痩せた。何グラム痩せたの？何グラム痩せたの？ちなみにね、これ気づいたと思うんですけど、本当は猫なんですよね。今までみんなに嘘ついててごめんね。サングラスなんかいらないぽーい。10時間ぐらい続きそうな配信。まあ、それな、ちょっとさっき一個ちょっと耳取れちゃったんですけども、本当はうさぎだったんですよ。みんなに黙ってたけど、グラムです。そろそろ産卵の時期だから大変。まあ、産卵はね、まあでもさ、スポポポンって出てくるから大丈夫だよ。5秒で終わる産卵。最近禁酒めっちゃうまくいってる。まあ禁酒なんてね、簡単ですから。正直もう飽きてそうに見えるけど、そんなことないか。まあ、全然そんなことあるね。かわいいワンワンっすね。そうなの。概要欄見てくれた？ワンちゃんの絵文字ついてるんですよ。で、犬にしようと思ったんだけど、犬がなくて、うさぎ、あ、ちょっと待って、違うか。犬になるのがちょっと難しくて、うさぎみたいな感じ。嫁さんのご機嫌取りをやって、飼いくぐってきた？
あ、そうだよね。嫁さんと結婚30年だっけ今ね。ジャムさんね。聞いたことあるわ。30年、結婚して30周年でしょ。で、なんか明日、あれなんでしょう。結婚記念日だって聞いたけど。そうなんだよね。あ、今日はね、今日はもう仕事を辞めて、もう3年ぐらいになるから、貯金も尽きてきて、日雇いのバイトでね、街中の交通量を調べるっていうね、バイトやってきたよ。初見なのにすごいですね。そうなんですよ。まあ、テレパシーみたいなやつで受信する的な、逆立ちながらコメント打ってる。まあ、逆立ちがね、一番コメントしやすいから、マジで。もう逆立ちしないとね、コメントできないまである。本当に。嫁5人目迎えようと思ってるんだけど、1人捨てていいかな。まあ、嫁っていうのはね、まあ、正直何人いても困んないけど、まあ、でも、あれじゃない？まあ、でも、偶数がいいんじゃないかな。30キロ痩せた。まあ、30キロ簡単だからね、1日で痩せられる、マジで。今日も働いてるわ。あ、そうなんだ。今日も働いてるんだ。あ、まあね、1日だしね。働く人は働くでしょう。周年サプチケをオートクレイルにしました。あ、いいですね、オートクレイル。ちょっとオートクレイルがなんだかわかんないな。嘘つきはよく喋らない。あ、そういうことですね。嘘つきっていうのは寡黙だからね。寡黙な人ほど嘘つきってよく言うもんね。うん。そうなんですよ。うん、ね、みんな今日は何をしていたのかな？うん、今日さ、エイプリルフールだからさ、1日35時間あるじゃんか。35時間あるとさ、マジ、いつも24時間だから、ちょっと悩むやん。多いから。11時間多いからさ、どうしたみんな。どういう日割りで過ごしてたの？私はね、起きてから、仕事行くまであと5時間あるやんけ、と思って、もう日帰りで、まあ、5時間あるから、隣の県まで行って、そば買って帰ってきて、で、って感じだったわ。お宅の猫さんなら俺の隣で寝てるよ。まあうちの子ね、よく外出ちゃうから、今日なんてなかった。気づいたら明日だった。恐ろしい。歯医者で一本虫歯増やしてきた。まあ歯医者さ、マジ虫歯増やすの得意だからさ。ね、うん、ちんぽこ太郎って新人 VTuber としてデビューしたわ。それ真実じゃん。見たぞ私ツイッターで。日本料亭で大手企業の接待をトヨタっていう企業知ってる。うわ、トヨタ全然知らねえわ。トヨタ。何それ有名なの？今日特に長いからね。そう、雫35時間耐えて20時間寝てたから。あるある、ないないですね。それないない。入学式の後に部活探してたっつって。なるほどね。まあ、部活ね、何にしたの？今日は朝から晩までずっと寝てた。あ、なるほどね。まあね、4月1日なんかね、働かなくてもいい日だからね、指定されてんだよな。働かなくてもいいデーになってるんで、なんか三輪車のシェアがすごいんだってよ。あ、そうなんだ。トヨタ三輪車。なるほどね。水葉お姉様と同じ部活っす。ってことは、あれか。あれ、囲碁サッカー部か。なるほどね。トヨタはドラ焼きが有名。あ、そうなんだ。ドラ焼きってさ、すごいしょっぱいよね。ギャンブルって初めてやったけど楽しいんやな。ギャンブルはね、本当にね。あれですよ、ギャンブル。ギャンブルはね、必ず勝つっていう保証付きだからね。負けた場合は証明書をお店に出して、なかったことにできるからね。起きてから40時間経ってるのに全く眠くならねえ。35時間しかないのに今日。やっぱり時代はトライク。なるほどね。なるほどね。お姉様のサポート頑張るっす。ありがとうございます。囲碁サッカー部ですね。今日、競馬が一番健康にいいって言われてるし。まあ、それな。まあ、馬っていうのはね、一番ね、効くからね、健康に。見るもよし、添い寝するもよし、ね。一緒に二人三脚するもよし。あ、ラッキードッグ2出るらしいですね、やっと。いいですね。ギャンブルは健康にいいぞ。癌にも効く。あ、そうそう。最近ね、学会で発表されたからね、ギャンブルね。すごいよね。もう研究、もう何ですか、苦節28年のギャンブルの研究に成功して、とうとう癌にも効くようになりましたね。今日も窓際で何もせずに座ってた。まあ、窓際で何もせずに座ってるよりか、まあ、屋上に登って逆立ちするのが一番健康にいいって言われてるけどね。
タバコ吸い始めたけど美味しいねあれ。まあ、タバコはねでも吸うんじゃなくて食べるのが一番美味しいよ。ほんと。ごま油で炙って、炙るじゃないや。ごま油で炒めて、細切れにして、食べるのが一番うまい。甘どこの新作出るらしいよ。あ、なるほどね。甘どこね、新作ね、月1で出てるからね、甘どこは。すごいね、月1。マジ、みんな出すぎて毎年っていうか毎月困ってるらしいね。今日何したらいいですか？あと20時間ある。そうなんで、あと20時間あるんで、まあ、この配信をね、あと20時間続けてもいいのかなっていうふうに思ってますね。みんなも、そうでしょ？うん。まあ、そういう感じですね。うん。あ、音量バランスは大丈夫ですか？誰ももう新作を待ってないでおなじみ、アーマードコア。そう。もう毎月毎月出てるからいくらでもいける、全然続けられる。ちなみにどこに着地する配信なの？え、何のことですか？着地とは。つまんないから付き合おうかな、マジ余裕。なるほどね、ほんと余裕、私も余裕だマジで。いくらでも続けられるわこれ。どうしような、まあお腹が痛くなってきたらやめ、いやでも朝までやろうかなって思ってるけどね。うん、まあ、あと、エイプリデューフルさ、20時間あるし、一応これでいこう。まあ、それな。もう、いくらでもできるし、お姉様と一緒に放課後遊んだの楽しかったですね。今日も楽しかったね、マジで。囲碁サッカー部一緒に見学しに行ってね。お題とかいらんよね。あ、めちゃくちゃいい配信。あ、めちゃくちゃいい配信。わー、すごい、嬉しいなー。出落ちとか思ってない。まあ、出落ちなんかそんなもん何にもないよな。何ですか出落ちって。初めて聞いた。知らない言葉ですね。出て、落ち、あ、15分しか経ってない。なるほどね。あ、おはようございます。もう朝だからね、今、日が照ってますよ。味方さん。あ、初見さんかな？いらっしゃい。うん。今日は初見さんが多い配信ですね。緊張してきたな。もうすごい、初見さんばっかり。一緒に映画館行ったっすもんね。そう、放課後に映画館行ってね、ザ・ファースト・スラムダンク、ね、見てきたね。いいえ、食券です。あ、なるほどね。食券が、まあ、味方さんね、まあ、ペラペラだからね、まあ、食券みたいなもんか。まあ、使われたらどこに行っちゃうのって感じだけど、囲碁サッカーはオリンピック種目にもなるらしいし、今流行りっすよね。そうなんだよ。囲碁サッカーめちゃくちゃ注目されてるから、やばいよ。どの大学も、どの高校も、今、囲碁サッカー部に一番力入れてるから、15分しか経ってないとか思ってない。お、全然全然。え、もう15分経ったの？早いって思ってますね。この配信やるのカロリーくそ。いや、マジね、片手間にできれば他のこと考えながらでもできる。あ、ちくじさんいらっしゃい。あ、初見さんかな？今日も仕事だったけど、明日も仕事なんすよ。あ、なるほどね。仕事っていうのは休日がないものなのでね。あ、そういえば水さん、婚約おめでとうございます。ありがとうございます。配信で言ってなかったのに、いつ知ったんですか？私そうなんですよ。まあ、婚約みたいな。こんにゃくみたいな感じでやらせていただいて、まだ全然ノルマクリアじゃないから、ブラウザ進むボタン押したくない。あ、なるほどね。何ですか、ノルマクリアというのは。水さん、お姉様楽しすぎて、閉まるギリギリまで繰り返し見てたっすからね。そう。結婚したのか、おめでとう。ありがとうございます。あら、トランザムさん、初見さんでしょうか。こんばんは。いらっしゃい。え、こんばんは？朝なのに？おはよう。お相手はラガトちゃん、りょうちん、どちらです？りょうちんじゃな、あ、まあそうだよね。二次元にね、入る技を得得しましたので、私。うん。今度。まあでも、まあそういう面においては、まあ壁になり、あ、それは、でもそうか。うん。まあ平面になれるので、明日サンデーじゃねえの。まあ明日もサンデーみたいなもんだけど、マジか、初見だったけど、初見さん、え、そうです。なるほど、サンデーじゃねえの。そう、おはようございます。初見です。木のぶりわささん。あ、初見です。あ、初見さんいらっしゃい。一夫多妻制だから、日本、あ、そうなんですよね。結婚したのか、俺以外のやつと。あ、そうですね。もう秘密にしてたんですけど、異端者慈悲はない。やめろ。とっさに好きなことに嘘つけない。それ、でも、つまり、そういうこと？うん。どうしようかな。
あ、やばい。ルール決めもうちょっとちゃんとしておけばよかったな。いや、全然そんな大丈夫ですけど。17分。うん、うん、うん。あ、水原さんはラガ攻め今日、あ、そうそう、今日信者だから、そう、ラガトちゃんはさ、あの攻めしか勝たんからね。バカ試合というのは一体何のことかよくわからないですけどもね。まあ、そうなんですよ。ああ、すごい。ああ、もう、ああ、もう、ああ、一生この配信続けたいな。楽しすぎる。よだれ出てきた。やば。やばたにえん。やばたにえん。うん。うん。あれですよね。リスナーの皆さんも結婚されたんですよね。今日4月1日はみんな結婚する日らしいですからね。アイヒーロさん、あ、こん、おはようございます。なんか、エッチですね。うん、そう、エッチなのは大変。はにゃーん。ほな、続けようか。夜遅くまで映画見てたっすから、夜道怖かったっす。でも、水葉お姉さんも一緒に帰ってくれたので、嬉しかったっす。まあね、可愛い女の子を一人で返すわけにはいかないので。うん、最近彼氏できたらしいけど、どんな男なん？いや、あれですよ。まあ、婚約してる相手ですよね。今、家の鍵なくして、外で 大音量で聞いてる。でも私の配信ってさ、一番外で大音量で聞くのがいいって言われてるからね。もう、それを聞いたみんなもさ、うわーっつって、何それ何聞いてんのうわーって駆け寄ってきて、一緒に見てるっていう話聞いたことありますよ。今年で30年、早いですね。夫婦っていい夫婦の日なん、あ、そうで、今日いい夫婦の日だからね。語呂合わせで。4月1日、いい夫婦。無限に結婚式行ってたんで、祝儀バンバン飛んだわ。無限に結婚式行ってたんで。え？無限に結婚式、無限と結婚したってこと？そうそう、森のせせらぎみたいな効果あるし、そう。私の配信って外でね、大きい家、音で聞くのが一番いい。しかもそれ健康に聞くらしいよ。万病が、治ると言われていますね。離婚したから式あげないと、そう、離婚式もさ、もう、なんつうの、一般化してきたよね。もう、おめでとうっつって、これからあたいたち一人で生きていきますって、シャンパンタワーしてね。すごいよね。私もあれやるの目標だわ。あ、今日17歳になりました。まあそうだよね。もう いつから見てくれてるんだっけ？ 5 歳ぐらいから味方さん見てくれてるから。うん。そう、もうそんなに経ったのか。17歳か。あっという間だね。今日、琵琶湖の水飲み干してきたんだけど、明日干からびてたらごめん。でも、琵琶湖の水が一番美味しいからね。いろんな湖の、水を試飲できる体験学習に参加したことあるんだけど、琵琶湖の水がね、一番美味しかった。マジで。みんなも琵琶湖の水飲んだ方がいいよ。ご周期ぶっとりしたな。まあ、冠婚葬祭には全裸が一番、そう。でもさ、いつからだっけ全裸。でもさ、法律認められたの最近なんでね、去年ぐらいからね、冠婚葬祭の全裸が認められたんで、もうそっからみんな全裸だね、待ち望んでいたね、全裸を。外で聞くと万病に効くんですね。世界平和のために、まず、秋葉のモニターで流す許可いただいてもいいですか？あ、いいですよ。もう、あ、ダメですよ。流したらダメですよ。流したらダメですよ。まあ、万病に効くけど、まだね、治験終わってないので、俺がメロンソーダで埋めといてよ。琵琶湖を琵琶湖を5歳の、5歳ってか現在。ワイ、司会派やわ。司会でやってる。司会派、いや、琵琶湖が一番うまいっすよ。まあ、ミサさんの配信は海外含めて義務教育だからね。そう。指定されちゃったからね。配信義務化、法令でできたでしょ？VTuber の配信を義務教育で見せなければいけないっていうね。まあ、それの第一号になってしまったので、俺はこの配信についていくのは余裕みたいだ。俺はここに任せてみんなは先に行け。そうなんですよね。まあ、みんな余裕だと思うわ。ねえ、いつもより言葉数も多くて、楽しくてしょうがないでやんすね。そして、エイプリルフール2日目に続く。まあ、グランブルーファンタジーと同じで、まあ今後ね、いつもとちょっと違うような気がしなくもないんですけど、まあ今後このスタイルでやってい
行きたいと思いますのでよろしくお願いします。最近胸のとこを機械に改造したんだけど、乳首から目のソーダしか出なくて困ってんだけど、何入れた方がいい？え、一番いいの教えてあげようか。あの化粧、右から化粧水、左から乳液です。これすごい乾燥した時にピュッ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 って出してピュッ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 ってできるからおすすめですね。みんな余裕すぎて、そうみんな余裕だから勢いすごいわ今日。いつもよりコメント欄の流れが早いですね。これあと1時間半やるんですか？まあ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 、それ頃合いを見て。あ、いやそんなことないです、朝までやりますよこれ。そのうさみみもみんなの税金でできてるし、そうありがたいですね。これ国からの支給、いや違いますよ、元からうさぎなので。メロン、アイスクリーム、いやアイスクリームじゃないよ、化粧水と乳液ピュッピュッって出して顔にピュッピュッってかけんのよ。あー白い白濁液がーっつってね。そういや全人類 VTuber 化が義務付けられましたね。未所持者にはランダムアバターが配られるとか。もう配られた人いる？何のアバターだった？まあ私は元からあの姿があるからいいけど、新しく配られる人はね大変だよね。まあね、全然楽しそうだからみんなコメントの流れ遅いな。そんな焦ってネタ提供しなくても大丈夫だよね。まあ、同説1万超えてますね。まあ、まあまあ1万なんか余裕でございますけれども、いつも8万人だし、メロンソーダといえばアイス、いや、あんみつ太郎が。まあメロンソーダといえば、やっぱり焼肉だよね。メロンソーダ、焼肉をメロンソーダにつけて食べるのが一番美味しい、これ。やっぱ水葉さんは父より乳液が良さそうなのか。まあ父と乳液、まあ天秤にかけたところでやっぱ豆乳かな。牛で栽培してる割り箸畑からメルヘンチック遊園地が取れたよ。あ、メルヘンチック遊園地取れたんだ。やっぱメルヘンチック遊園地ね、最近すごいよね。あのどこの農家もみんな育てで始めてるからね、マジでやばいよね。メルヘンチック乳液、違う、ちょっと、メルヘンチックの遊園地だらけだな。なんかガチャガチャ失敗して地味な顔やった。金かけてカスタマイズしなきゃ。マジでそれな。整形しな、今。アバターもね、整形する時代だからね。保険降りるし。乳液進めんな。入社式でカメラアップしたら拍手喝采でした。最近多いよね、入社式で。ラップ。カメラップ？カメラップ？俺ね、多いよね。もう、流行してるから。知らんの？焼肉はマッチョの腹筋の熱で焼いた方がうまいんやで。え、マッチョ不足じゃん、最近。マッチョがさ、わかる？不足してんの、最近。もうみんなさ、ひょろがりだから、腹筋の熱でさ、焼肉できないから、今焼肉屋さんどんどんさ、閉業に追い込まれてんだよ。閉店に追い込まれてんだよ。知ってる？やっぱサビのメケメケは盛り上がるね。サビのメケメケ。うん、なるほどね。サビのメケメケ。サビのメケメケね。わかるわ。サビのね、みんなでメケ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 って言うところでしょ。あそこが一番いいよね。メケ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 っつって。ね、あれ一番盛り上がる。メケメケっつってみんなメケメケって返してくる。入社式懐かしいのあれでしょ、ヨボヨボなバーコードが出ていくのを見送るやつよね。まあそう、ヨボヨボなバーコードね、髪の毛、あ、髪の毛、まあ、髪の毛がふさふさの人間のことをバーコードって言うんだけど、まあね、そいつらが出てくる、突然式始まるとバンっつって、わーっつって、ふさふさがいなくなったっつって、フリースタイルが授業の科目に追加されるぐらいですもんね。そう、めちゃくちゃ人気ラップやばいよ。あの、朝の朝礼とかも全部ラップらしいよ、最近。配布されたアバターなんですけど、どこからどう見てもトリコでした。相棒になりたいので、小松アバター探します。え、あれ出しなよ。情とかいっていうかさ、交換会みたいなのあるやんか。あれ、小松アバターいないの？トリコ欲しい人いっぱいいるやろ。小松、求む小松譲るトリコで、募集出しな。腹筋どころかブリッジの姿勢維持できないらしいからね。そうなんだよ。マジ筋肉なさすぎて、最近マッチョの腹筋で焼肉できないから、めちゃくちゃ困ってるらしいよ、政府が。だから、なんか、あれだって、あの、プロテインを、あの、うん、国の税金で賄うかみたいな話出てるらしいよ。だからみんなもプロテイン飲みな。いや、お前トリコで、ゼブラの同人誌作らせるぞ。あー、なるほどね。でも、ゼブラちゃんは、いいんじゃない？
すごい華奢で可愛いし、やっぱりさ、色白でさ、細い男が一番いいからさ、ね。もうゼブラちゃんなんか一番じゃない？アバターは未所持状態になると捕まるから、一応サブアバターを買っとくといいぞ。今みんなどんな感じのアバターなの？一番可愛いのはでもさ、やっぱりあれじゃない？うん。犬かな。難しい。ね。うん。まあ、あたいはこの体あるからいいんですけど、ゼブラが ASMR の起源らしいね。そう、一番最初に始めたらしいね。ゼブラが。あそこの、口の横のとこさ、穴開いてるじゃん。あそこのなんか、あそこから出てくる、カスカスって音が一番いいらしい。あれが ASMR の発祥なんだって。カス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 って。あれがいいんだよ。グルメスパイザーの追加アタッチメント便利すぎてやばいよ。グルメスパイザーね、もう超いい。今ね、みんな持ってるからね。もう、持ってないやつ、ね、もう、グルメスパイザー持ってないっすかみたいな会話なるから。あ、ゴリゴリのゴスロリなんだ。まあいい、それはそれでいいけどね。あ、カップラジャンクさん。あ、初見さんかな。うん。おはようございます。今朝なんでね。もうこんなに天気が良くて、もう寝起きでね。配信始めちゃって、ポコ太郎って一物みたいなアバター使ってるよ。見たよ、それは。見たよ、それは。あかんぞ。うん。あ、やばいやばい。いいよね。やっぱチンポコ太郎が一番いいんじゃない？流行るわ。あれはスマホの普及率も高いしな、グルメスパイザー。そう。スマホは持ってないけど、グルメスパイザーで、いろんなものを粉砕して、米にかけるのってもう古いらしいよ。知ってる？みんな。頭にかけんだってあれ。スナック砕いて頭にかけて、おーんって。あれ浴びるの一番流行ってるんだって。知ってた？みんなもやっていいよ。うん。今、これが流行りだから、まあ、JK の中で一番流行ってるね。細かくついたスナックをあと、割り箸でこうつまんで食べるってね。昔は一家に一台だったのに人気になりすぎ。そうなんだよな。マジで。一人一台の時代になったからね。薄毛に効くだと、そう、グルメスパイザーで砕いたスナック菓子が一番薄毛に効くんだって。マジやってみ？ふさふさになる。そう、ふさふさになるんだってよ。天井裏からずっと配置見てた。マジで。まあ、天井裏ね、いつでも自由に出入りできるようにしてあるからな、うち。まあ、いつ入っていただいてもいいんですけども、まあ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 、まあ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 、まあ、まあ、たまにね、後ろとか見て、天井に挨拶しながら配信してるんで。30分になったら魔法が解けそうだな。30分になったら魔法が解けそうだな。よく JK が国会で話してたって嘘もつながれてくるよね。それな、マジ、マジそれな。今まで言ってたこと全部本当です。それな。そういえば昨日出張で空港に行った時、キノコの山派とタケノコの里派がグルメスパイザーで互いに粉砕し合ってて遅延出てたな。いやー、やっぱり起きちゃいか。どこにでもさ、起きちまうんだよな。キノコの山とタケノコの里の争い。さあ、ね。ね。まあ、それでさ、まあ、遅延出るのはもうしょうがないんだよね。もう、法で OK になっちゃってるからな。もう、キノコの山、タケノコの里戦争に関しては、介入できなくなってるからね、企業とかが。30分で溶けるわけない。ワイの作ったガラスのくずちゃんと落としてってね。そういえば、胡椒でくしゃみしまくると花粉症に効くらしい。胡椒ね、最近めっちゃ万能らしいからね。鼻からね、片方の鼻つまってシュッて吸うのが一番いいって聞いたよ。この間キノコの里5個潰しちまった。キノコの里ね、新しく出たやつ。タケノコの里と、キノコの山が、やっぱりさ、みんな、あれになるから、タケノコの里出たんだよね。隣でビスコとオレオの派閥がぶつかってたらしいぜ。まあ、でもね、ビスコとオレオはでも最近和解したって聞いたけどな。キノコの山ってもう廃盤じゃん、もったいないよ。いや、一個になったんだよ、キノコの里と。キノコの里になった。あ、だいぶ楽しくなってきた。ああ、マジ、私も楽しい。すごく楽しい。なぜでたら一緒に海行きたいっす。水はお姉様のためにって恥ずかしいけど、水着可愛いの着るっす。まあね、今回の、
7月のオフ会はあの水着なんで、みんなよろしくお願いします。海に行きます水着オフなんでね、初の試み、まあ、グラフェス終わった後なんで夜の海で泳ぐっていう企画ですね。一旦酒吐くか、まあ、酒吐いていただいて、あ、ふんどし履いてくる。まあ、ふんどしが、ま、清掃みたいなとこあるか。逆バニーって聞いてた？ビギニとワンピースどっちがいいかな？ビギニーでしょ、それは、もう。あ、でも、男の人はあれだから、決まってる。ふんどしですね、ふんどし。わあ、魔法が解けそう。あ、ま、魔法が解けそう。あ、ちょっと待って。あ、魔法が解けそう。あ、ま、魔法が解けそう。あ、魔法が解けちゃう。ああ、負けそう。ああ、魔王が解けそう。ああ、魔王が解けそう。あ、魔王が解けそう。ああ、魔王が解けそう。魔王が解けそう。魔王が解けそう。どうするんだ。終了。こっちにしとくか。あ、おかしいか、こっちだな。いやー、疲れた。みんなさん、ガレオみたいで可愛かったのに。あー、終わりね、終わり。もうダメ、こんなの。永遠に続け、30分やめ、頑張ったと思うよ。さっきお風呂場にいた。お風呂場にも行ける。おお、風呂場での高校。ああ、なんかしようと思ったんだけど、まあ、何にも準備しなかったから。何にもしなかったから。嘘をつけないの。わざと嘘つく心には悪いから。え、だからみんな、そんなんいいんだよ。適当な嘘で。うん。もう三、あれっすよ。マジ3日風呂入ってないわ、とかね。え、こっから先は嘘つけないってこと？え、そんな別に好きについてもらって。よく考えたさ、終わりどこ何も考えてなかったからさ、え、どうやって終わらせようってなっちゃった。はい。まあ、なんかしたかっただけです。お、適当すぎか。で、久しぶりにこのエコーのやつも、引っ張ってきてみたりとかして、ちょっと入れ方忘れてバタバタしたりとかしたけど。あー。全部嘘ついちゃったわ。いや、だいぶ真実だったけどね。結婚30年って俺小学生とか幼稚園とかの年。思いつかなかったから過去にやってた学園もので成りきっちゃった。いいやんか。いや、こういうのも悪くない。久しぶりに、めちゃくちゃ久しぶりに、やりましたね。なんつう、こういう企画みたいな。絶対に着地考えてないやろなって思ってた。もう考えてないよ、そんなもん。適当にやって。で、もう、詰まったらやめようかなと思ってたけど、もう30分にやったら、十分お腹いっぱいまた懺悔室みたい。あんま懺悔室ね、みんな懺悔あんまりなさそうだから、今度お悩み相談室みたいなのやろうかなと思った。なんで座ってるのに息が切れる。息切れるよ。こう、おう、はっはっってなるやん。なんかこう格の違い見せつけられた。どういう、え、昨日明日休み。あ、そうなんだ。そう、仕事って言ってて、どういう真実なんじゃねえのと思ったけど、筑前さんのマジ休みなんだ。いいやんか。いや、楽しかったですね。ありがとうございました。すいません。変なものに付き合わせてしまって。でもサムネめちゃくちゃかっこよくできてさ、おいおいおい、どうしようってなった。サムネが出来上がった瞬間に、え？
どうしよう、見合った内容のものにならないわって思ったけど、やっぱある程度設定ないとトークがバラバラになるね。まあまあそれは適当に拾って適当に広げて、お連休明けの仕事初日へ、まあ頑張っていただいて、頑張り方は今日これでおしまいです、うん、ありがとうございました。サムネ詐欺って時点で嘘つけてる、確かに何か犠牲になるくらいにサムネだったでしょ。おマジでさ、でもなんかさ、そういう嘘を見破るゲームみたいなのさ、実際にやったらやったろうかなと思ったけど、なんか推理物とかばっかりで、まああんまりあれだったんで、まあリスナーと俺の騙し合いってことで一丁やったろかいみたいな、うん、感じでございました。ありがとうございました。わーなんかめちゃくちゃカロリー使った。あー、いつもと違うの分かる、しかも配信画面もちょっと暗いんだよ私、分かる。あ、リクルートエージェントの CM 収まった。なんかね、CM の、あれちょっと変えたんだよな。なんか、めちゃくちゃ頻繁に入るからさ、アーカイブ見たときに。マジ？何択か出してどっちが嘘かアンケートでやってる的な。でも、それある程度嘘と真実準備しなきゃいけないじゃん。久々だったけど、いい腹筋のトレーニングだった。あ、まあ、嬉しい。うん。なんかね、CM の、なんかね、よくわかんないんだよ。これアーカイブになってさ、死ぬほどさ、こまめに CM 入れられて、と見て、これ配信してても入っちゃうんだ。画質ガビガビしてたのでわかんなかったっす。あ、ほんまに。調整したんだけど、どうしたらいいかわかんないな。ちなみにね、コメント欄のフォントも変えてみたりとかして、読みづら。読みづれ。うん。ASMR 中の楽天ガードマンほど許せないものない。それはそう。うん。じゃあ、まあ、ありがとうございました。ところでこのまま続けるなら終わった注意書きどっかに書いておいた方がよくない？もう配信自体終わります。で、あれです。どうしようかな？今日一緒にサンリオを見ようかなって思うので、サンリオ前ぐらいに、まあ、あれ、グラブルのシナリオ一緒に見ようかなって思ってたので、そんぐらいにもう一回やります。終わっちゃうの？終わっちゃいます。低画質に設定してた。あ、まあ、楽天 ASMR。耳破壊の間違いだろ。他の配信でも途中で広告が挟まると。マジなんかね、よくわかんないんだよ。この YouTube くん側がね、勝手に差し込んでくるの。すいません。ほんまに。うん、これ、終わり。うん、終わり。これ、終わり。はい。短いけど満足感のある配信。嬉しい！そんな俺は全然楽しみなんてしてないんだからね。そういや、相談配信したいって言ってたけど、マロに投げればいい感じですか？そう、募集しようかなって思ってたんで。よろしくお願いします。ということで、おしまいです。お付き合いくださった方ありがとうございました。楽しかった。また後でやりますので、グランブル。多分12時になったら更新されると思うので。よろしくバイバイ。また後でね。さよなら。終わらないよ。終わらないよ。終わるわ。お疲れ様。また後でね。バイバーイ。